もしあなたが今取ろうとしている何気ない行動が死亡事故につながるとしたら。2012年カナダケベック州北米のパリの異名を持つ町モントリオール。愛してるわ。夜も更けた頃、ベッドルームでボーイフレンドに囁いたその女性はミリアム・デュクレ・ルメイ。ミリアムとボーイフレンドは数ヶ月前に付き合い始めたばかり。この日は2人でパーティーに出席した後、ボーイフレンドの自宅へお泊まりにやってきたんです。愛おしそうに見つめ合うと熱いキスを交わす2人。お酒が入っていたこともあり、お互いに気持ちは最高潮に盛り上がっていました。しかしおい、ミリアム、どうかしたか。何度も唇を重ねるうち、次第に呼吸を乱し苦しみ始めたミリアム。彼女はこの後間もなく死んでしまうんです。恋人と熱いキスを交わしてすぐに亡くなってしまった女性。一体彼女の行動の何がいけなかったのか。ともすれば見落としてしまいかねない日常に潜むリスクとは。おそす、メリークリスマス、ケンちゃんです。みんな、クリスマスはどこのケーキにしますか。ヤミヤミコです。というわけでね、ヤミヨさん、あとちょっとでクリスマスですよ。クリスマスのご予定を、はい、やっぱあるんだ、あるんだ。僕マジなんもないから、もうその日にライブ配信しようか。マジ頑張ってください。見捨てんじゃねえよ。頑張ってください。本日は新企画、絶対にしてはいけないシリーズなんです。お、新しいよね、はい。人間してはいけないって言われたらしたくなりますから。うん、第1回目でご紹介するのは、絶対に食べてはいけないシリーズ。ほう。なんと日常的に見かけるものを口にしたせいで危険な目にあったっていう話を2つ紹介させていただきます。日常的に見かけるもの、それは食べたくなっちゃうわけ、はい、どういうこと僕にも理解が及ばないんです、これは。そういうこと？ただね、知識があれば回避しやすいものもあるんです。一つ目の絶対に食べてはいけないものは、小さいお子さんが外で見かけて口に入れてしまう可能性があるナメクジです。え、でもちょっと待って、冷静に考えてさ、カタツムリもナメクジみたいなもんじゃない？そうだよね。そう考えるとさ、食べる可能性あるよね。サイゼとか行ったらさ、エスカルゴとか大学生の時みんなで食べなかった、たこ焼きみたいなプレート持ってくるやつ。そうそうそう。まあでもカタツムリとナメクジは似てるからちょっと食べ、うん、でも似て非なるものなんだろうね、多分。そういうこと、うん、今回ね、ナメクジを食べることになったのは10代後半の青年なんですけれども、まずそもそもなんでナメクジを食べてしまったんでしょうか。バカ。運命のホームパーティー。一つ目の舞台は2010年オーストラリアニューサウスウェールズ州シドニー。いろんなワインを用意したよ、みんな楽しんでいってくれ。自宅の庭で大勢の友人に囲まれ楽しそうに笑ったのはサム・バラード。シドニーで一番の人気を集めるナショナルラグビーリーグの選手として活躍する将来有望な青年でした。そんなサムは周囲からも慕われており、自宅にはたびたび友人が遊びに来ていたんです。そして彼がこの日開いたパーティーはワインをたしなむ会。オーストラリアで飲酒が認められるのは18歳から。お酒が飲めるようになって1年ほどのサムはこのような少し背伸びをしたパーティーが楽しくてたまらなかったんです。この前の試合テレビで見たよ、いいプレーだったな、ありがとう、ほらグラスが空だぞ、もっと飲みなよ。そうやって談笑を交わしながらワインボトルを次々に開けていくサムと友人たち。みんな程よく酔いが回り、パーティーは大いに盛り上がっていました。そんな最中、何かに驚き小さな悲鳴を上げたサムの友人女性。彼女の視線の先には一匹のナメクジがテーブルの上に這い出してきていました。庭でパーティーしてたら、うん、そりゃ出てきそうなもんだけど、何これ、料理の中に偶然紛れ込んじゃってたみたいな話、うん、まあそういうケースもあるかもしれませんね、うん、ですが今回は酔った時の悪ノリみたいな形で起こってしまった事故だったんです。罰ゲーム的なやつ。なあ、このナメクジ食べてみないか。テーブルの上のナメクジに一同の注目が集まると、楽しそうにそう切り出したサムの友人の一人。その他の友人は皆信じられないという表情を浮かべるんですが、すっかり酔ってしまった彼はお構いなしにナメクジに手を伸ばします。そしてみんなどんな味か知らないだろう、ちょっとやめなよ。周囲の忠告も聞かずナメクジを口に運ぼうとした友人。次の瞬間、いただき。友人の手からナメクジを奪って飲み込んだのは、そう、パーティーの主催者のサムでした。嘘だろ、サムも食べたかったのかよ。横からナメクジをかっさらったサムに友人たちは大受け。パーティーはますます盛り上がります。そんな一度の様子に頬を緩めながらサムはこんなことを考えていました。せっかく集まってくれた友達に変なものを食べさせるわけにはいかないからな。サムはこれいわゆる空気読んだみたいなやつじゃない、うん、止めちゃったら空気悪くなるって流れよね、うん、優しい人ね。サムはね、もうめちゃくちゃ優しいんですけど、後々のことを考えるとそもそも友人全般止めるべきだったんですよ、うん、この後サムは地獄の苦しみを味わうことになるんです。謎の激痛。友人たちとのパーティーから数日後、それはサムが椅子から立ち上がろうとした時、いった
突然足に小さな痛みを覚えたサム。てっていつ痛めたんだ。彼には覚えのない痛みでしたが、知らず知らずに筋肉を痛めてしまうのはスポーツ選手にはよくあること。サムはその後筋肉のケアをしつつも特に気にすることもなく過ごしていたんです。しかし何なんだ、どんどん痛くなってきた。時間が経てば経つほど激しくなっていく痛み、それは明らかにいつものスポーツ中の怪我とは違っていました。さらに時間が経つと嘔吐やめまいなどの症状も現れ、サムは慌てて病院へ向かいます。すると医師から告げられた診断は嵌頓充血線虫症。嵌頓なんちゃら線虫症、何？いわゆる寄生虫が引き起こす病気で、下手をすれば命を落としかねないものだったんです。というわけで本日のメトラーキーワード、嵌頓充血線虫症について。嵌頓充血線虫症とは、線虫が体内に寄生発育することで引き起こされる病気。発熱や嘔吐、四肢の痛み、筋力低下など様々な症状が現れます。多くは1ヶ月ほどで自然に治るとされていますが、寄生した線虫の数が多いと髄膜炎などを発症し昏睡状態や死に至ることも。嵌頓充血線虫症を引き起こす線虫は通常ネズミなどの齧歯類にしか感染しません。しかし感染した動物の排泄物に幼虫がいる場合があり、それを食べたナメクジやカタツムリに寄生することがあるんです。サムの嵌頓充血線虫症は、そう、友人とのあのパーティーで食べたナメクジが原因でした。彼はこの後すぐに治療を受けますが、その甲斐もなく症状を悪化させ、なんと420日間も昏睡状態になってしまうんです。そしてサムが眠りについてから1年以上が経った2011年11月、サム、よかった、目が覚めたのね。ついにサムの意識が回復。しかしその姿にはもはや歓声を浴びながらグラウンドを駆け回っていた頃の面影はありませんでした。サムは髄膜炎など複数の合併症を発症しており、全身麻痺状態に。車椅子がなければ移動もできず、手助けなしではトイレにも行けない。食事はすべてチューブを使って摂取しなければならず、体温調節もできません。長い昏睡状態を経て、サムの体は24時間介護を必要とする状態へと成り変わってしまったんです。ごめん、俺があの時バカなことをしたから。まぶたを真っ赤に腫らしてサムに頭を下げたのは、パーティーの日ナメクジを食べようとしたあの友人。涙を流して謝る彼のことをサムの母親は複雑な思いで見つめていました。これさ、若い頃って食べてみようぜとかって、まあ十分あり得る流れじゃない、うんうん、友達だけを責めることはできないわよね、うん、まあそうですね。友達だけが悪いんじゃないっていう気持ちはサムのお母さんも同じだったんです。サムの病気の原因はメディアでも報じられており、ナメクジを食べようとした友人にはラグビーファンから誹謗中傷が寄せられることも。しかし世間がいくらその友人を責め立てようとも、サムの母親は決して彼を責めませんでした。彼らはサムの仲間で、とても若かった、それだけのことよ。サムの母親のその言葉を耳にし、友人たちはサムのためにできる限りのことをすると約束するんです。ここから友人らはサムの介護費を集めるため、チームバラードというチームを結成。資金集めに奔走しながらサムの元へ通っては彼に語りかけ続けていました。しかし結局サムの容態が回復することはなく、ナメクジを口にしてから8年後の2018年11月、ついに別れの時がやってきてしまうんです。親しい友人たちに囲まれながら静かに息を引き取ったサム、彼は満足げに最後にこう言い残したと言います。愛してる。まさか死んじゃうとは、まあ、不幸な中でもね、幸せを探すことのできる素敵な方だったんじゃないかなってね、僕は思います、うんうん、続いては食べるというとちょっと違うかもしれないんですけど、恋人とのキスによって危険な状態になってしまった女性についてなんです。恋人食べちゃったって言っても過言ではないわね、うん、気持ち悪いなお前。皆さんはなぜキスが危険なことにつながると思いますか、ね、いやそれはもう恋はハリケーンというけれども、うん、まあ、僕も最初そう思ったんですよ。恋焦がれて焼き焦がれてただれて黒ずんで炭になるのかもわかんないですけど、そんぐらいの恋をね、したことあります。話が変わってきてる死を呼ぶキス。2つ目の舞台は2012年カナダケベック州ノートルダム大聖堂がそびえる町モントリオール。とあるホテルで開催されたパーティーに参加していたのはミリアム・デュクレ・ルメイ。彼女はつい最近できたボーイフレンドと2人でそのパーティーに参加していました。若い世代の男女が集まるカジュアルな雰囲気のそのパーティーでは、並んでいる料理もサンドイッチなどの軽食がメイン。ミリアムも周囲の人々と談笑を交わしつつ、好きなものを手に取って食事を楽しんでいました。別のオードブルを探してくるわ。時折そう言って食べ物を襟好みしていたミリアムですが、誰にだって好き嫌いはあるほど、同行していたボーイフレンドも特に気にしてなかったんです。そしてパーティーが終わった後、ミリアムはボーイフレンドに誘われ彼の自宅へ。この時はまだミリアムもボーイフレンドも2人にとってこの夜がとても楽しい夜になると確信していたんです。愛してるわ。ああ俺もさ。ミリアムとボーイフレンドはベッドに腰掛けたまま愛を囁き合っていた。お酒を飲んでいた彼らの気持ちはみるみる高ぶっていき、二人は何度も何度も唇を重ねた。そんな最中。
急に喉を押さえ苦しみ始めたミリアム。ミリアムどうしたんだ。救車を呼んで。ミリアムは顔を歪めながら息も絶え絶えにボーイフレンドにそう告げる。そして彼女はカバンから小さな吸入器を取り出し苦しみながらも自身で応急処置を始める。しかし荒い呼吸が収まることはなくミリアムはそのまま意識を手放した。何本当にキスで苦しみ出しちゃったじゃない。なんでそんなことになっちゃった。実はミリアムはある食物アレルギーを持っていたんです。ママ、私ね、ボーイフレンドができたの。今度一緒にパーティーへ行くんだけど、いいよね。ホテルのパーティーに参加する数日前、母親に向かい、嬉しそうにそう切り出したミリアム。すると、あら、今度ママにも紹介してね。でもパーティーは、ミリアムにボーイフレンドができたことは喜びつつも、どこか不安げな様子を覗かせる母親。彼女が心配してるのは、そう、パーティーで出される食事のこと。ママ、心配しすぎ。入ってるものくらい見ればわかるわ。それに最近なんだかアレルギーも良くなってる気がするの。そう、ミリアムにはピーナッツの食物アレルギーがありました。彼女は重篤な症状が出た際、周囲に事情を伝えるためのアレルギー症状の詳細が記載されたブレスレット、そして携帯用の注射薬を手放せない状態だったんです。ただミリアムは普段ピーナッツの入ったものを避ける食事を心がけていたため、日常生活でアレルギー症状が出ることはなくなっていました。彼女のように普段の症状がなくなるとアレルギーが治ったと勘違いする人も多いのですが、原因の食物を食べると変わらず発作は起きるんです。そして迎えたパーティー当日。あの子わざと置いていったわね。すっかりアレルギーが良くなったと信じていたミリアムは、周囲の人に症状を伝えるためのブレスレットと携帯注射薬を自宅に置きっぱなしにしていました。ブレスレットはドレスに似合わず、携帯注射薬は大きくてパーティー用のおしゃれなカバンには入りません。ましてやこの日はボーイフレンドとのデート。見た目を気にしたミリアムは普段は手放せないそれらを全てパーティーに持っていかなかったんです。素敵な服装したいって気持ちはもちろんわかるんだけど、命に関わる問題じゃない。でもミリアムは自分からピーナッツ食べるようなことをしてないわよね。不思議ですよね。彼女はなぜピーナッツを食べていないのに苦しみ出したんでしょうか。タブーの正体。ミリアム、しっかりしろ。今救急車を呼んだから、お願いだから目を覚ましてくれ。ボーイフレンドはベッドルームで意識を失ったミリアムに必死に呼びかけていました。ピーナッツアレルギーの特徴は喘息発作や喉の腫れによる呼吸困難など呼吸器系統の症状が顕著に現れること。ミリアムは気を失う前、吸入器で気管を広げる薬を吸い必死に呼吸を確保しようとしました。しかしこの時ミリアムに現れていたのはピーナッツアレルギーでよく現れるアナフィラキシーショックの症状。アナフィラキシーショックとは複数の臓器で一度にアレルギー症状が起こる状態を指し、この状態を吸入器で緩和することはできません。このアナフィラキシーショックによりミリアムは急激な血圧の低下と呼吸困難に襲われ、一刻を争う状態に。効果的な応急処置はミリアムが自宅に置いてきた携帯用の注射薬を用いること。これをパーティーに持っていかなかった彼女の判断は完全に失敗。そして気になるのはピーナッツをあれだけ避けていたミリアムがなぜ急に発作を起こしたのかということ。実は彼女は症状が悪化し始めた際、ボーイフレンドにこんな問いかけをしていました。ねえ、ピーナッツ食べた？そんなことある？これってもうキスした相手が自分のアレルギー性のもの食べちゃってちゃダメだったってことでしょ？そういうこと。そんなことあるんだ。でもなんかよく考えると割と単純な構造ですよね、うんうん、結局成分が口に残ってるってだけの話だからね、うんうん、だから皆さんもそうなんですけど、相手が何のアレルギーがあるかっていうのを確認したりとか、自分がある場合には相手にしっかり伝えるっていう、お互いの思いやりがないとダメだし。そうよ、いかにねロマンチックな場所でもちょっといい感じになっても直前にちょっと待って、うん、アレルギーあるって聞かないとダメよ。下手くそだなタイミングが。いつ聞けばいいの？ご飯の予約する時とかにアレルギーが苦手なもあれば教えてっつって。みんなアルゴメトリ見てるからこいつキス狙ってんなって思われるわ。いやいや普通じゃない。そんなだって相手が食べれないお店予約したらどうしようってなるじゃん。その時についでに嫌いなものとアレルギー両方セットで聞くってのがベストなんじゃないでしょうか。皆さんはミリアムがパーティー中食べ物を襟好みしていたことを覚えているでしょうか。彼女があの時避けたのはピーナッツバターを使ったサンドイッチ。ミリアムのボーイフレンドはこのサンドイッチを食べていたんです。ピーナッツアレルギーは症状が重い場合、空気中に放出されたピーナッツ成分やピーナッツに触れたものに触れるだけで発作が起こることがあるんです。ボーイフレンドと何度もキスを交わしたミリアムは彼が食べたピーナッツに反応し発作を起こしてしまったんです。そしてこの後ミリアムは病院へ運ばれるんですが、その道中で心肺停止に陥り死亡。
楽しいはずの恋人との夜は彼女にとって人生最後の夜となってしまったんです。ミリアムの失敗は携帯注射薬を持ち歩いていなかったこと、そして何より自分にアレルギーがあることをボーイフレンドに告げていなかったこと。アレルギー患者が安全に過ごすためには周囲の協力が不可欠なんです。しかし一方でアレルギー患者にはアレルギーであることをコンプレックスに思っている人が多いのも事実。面倒をかけたら嫌われるのではないか。ミリアムもひょっとするとそんな思いからアレルギー症状があることを打ち明けていなかったのかもしれません。僕らの身の回りには誰かにとって食事でも誰かにとって毒になるものが当たり前に存在しています。普段と違うものを口にする時や普段と違ったシチュエーションでの食事の際、ほんの少しの油断が命の危険につながってしまうこともあるんです。